こんにちは、聚楽内科クリニックへようこそ。今日は健康に関する重要なトピックに焦点を当てます。日頃皆さんが口にしている食べ物や飲み物が体の老化に関わっているとしたら、そのことについて知りたくありませんか？新型コロナウイルス感染症は特に高齢者で重症化し、単なる呼吸器疾患というより血管内皮の障害に起因する血管炎、凝固障害、サイトカインストームなどを伴う全身多臓器の炎症性疾患というべき複雑な病態を呈しました。その原因として、まず不適切な栄養による老化細胞の増加を挙げることができます。肥満やインスリン抵抗性体糖尿障害、脂質異常症といった疾患はエネルギー代謝異常に伴う疾患と考えられており、メタボリックシンドロームとも言われています。過剰な高エネルギー食摂取と過少な運動といった生活習慣と関連しており、特にインスリン抵抗性や体糖尿障害が主な原因である2型糖尿病は世界的に有病率が増加傾向となっており、心疾患、脳血管疾患といった大血管障害のリスクを上昇させ、寿命に大きな影響を及ぼしています。今回はその糖質の過剰摂取や過少な運動が私たちの体にどのようなダメージを与えるのかについて深掘りしていきましょう。では具体的に高血糖がどのように健康に悪影響を及ぼすのか理解していきましょう。高血糖とインスリン抵抗性、終末糖化産物、そして高血糖の記憶には密接な関係があります。最新の研究や実例を通じてその詳細に迫ってみましょう。インスリンは血糖を下げるホルモンです。インスリン抵抗性とは、インスリンの血糖効果作用が十分に発揮されない状態です。内臓脂肪組織はホルモンであり、サイトカインであるアディポカインを産生する内分泌臓器とも考えられており、過剰なカロリー摂取により内臓脂肪細胞が肥大化することで内臓脂肪組織からのアディポカイン産生が障害され、全身のインスリン抵抗性が亢進します。生体内のタンパク質などは加齢や高血糖に伴い、グルコースやフルクトースなど単糖類による糖化変性修飾を受け、終末糖化産物を形成します。終末糖化産物はその特異的受容体を介して酸化ストレスを生成し、炎症性シグナル伝達経路を活性化して臓器障害を起こします。見た目の老化にも関わっています。近年終末糖化産物は酸化ストレスや高血糖化で内因性に産生されるだけでなく、外因性に食品中や喫煙からも摂取され、食事、タバコに由来する終末糖化産物のうち約 7% がある程度の期間生体内に残存することが明らかにされました。終末糖化産物は血糖コントロールの程度とその持続期間により不可逆的に生体内で形成、蓄積され、一度形成されると極めてゆっくりにしか代謝されません。このため高血糖の記憶という現象をもたらし、これが長期にわたる治療効果を左右します。人類の寿命が大幅に伸びている現在、心身ともに活力を持って健康に老いていく方法を見つけることが重要です。多くの研究が老化における脂肪組織の影響、その重要な役割を強調しています。脂肪組織は栄養素の感知、エネルギー貯蔵、内分泌および免疫学的活動において重要な役割を果たすことが分かってきました。したがってその臓器や組織への異常な細分布、蓄積した老化細胞、炎症の活性化など加齢に伴う脂肪組織の変化は局所環境の老化プロセスを加速させ、加齢に伴って全身的な健康への悪影響を引き起こす可能性があります。近年皮下脂肪組織、内臓脂肪組織での中性脂肪貯蔵は性諸性脂肪蓄積、それら以外の組織に中性脂肪が蓄積する異諸性脂肪蓄積という概念が提唱されています。特に肝臓や骨格筋に脂肪が蓄積する脂肪肝、脂肪筋などの異諸性脂肪蓄積の病態解明が進み、これらの異諸性脂肪蓄積がインスリン抵抗性を増大させることが明らかになってきました。また骨格筋内脂肪組織での中性脂肪蓄積の増加は骨格筋の質を低下させ、筋力低下や転倒などと関連することが報告されています。非アルコール性脂肪肝疾患はアルコールやウイルスなどを原因としない脂肪肝の総称です。脂肪肝、非アルコール性脂肪性肝炎、繊維症、肝硬変で構成され、末期肝不全または肝細胞癌を引き起こす可能性があります。肝細胞レベルでは脂質処理とミトコンドリア機能異常によるインスリン抵抗性につながります。非アルコール性脂肪肝疾患は肥満、メタボリックシンドローム、2型糖尿病などの最も頻度の高い代謝障害、生活習慣病と密接に関連しています。どの疾患もいくつかの共通のメカニズムを共有しています。過剰な脂質と機能不全の脂肪組織によるその後のサイトカイン放出、腸内細菌層の異常および骨格筋における異諸性脂肪沈着が含まれます。このように慢性疾患の原因となっているのは
その根深いライフスタイルであり、生涯にわたる薬の適用によって症状を抑制しても、このライフスタイルの問題に同時に対処しない限り、慢性疾患の負担を取り除くことはできません。これらの状態を予防し、管理するためには、どのような方法があるのでしょうか。最近では、脂肪組織の老化プロセスを遅らせることにより、加齢に伴う病気を予防することができると考えられています。最後に、健康な食事や運動の重要性に焦点を当てながら、具体的なアクションについてご紹介します。生体内の慢性的な炎症は、癌や循環器疾患などの生活習慣に関連した病気のリスクとなります。炎症状態に関わる生活習慣には様々なものがありますが、食事はその一つと考えられています。近年、食事が炎症状態に与える影響を総合的に評価する指標として、45種類の栄養素、食品において、食事性炎症指数が開発され、欧米を中心に国際的に使用され、疾病との関連が報告されています。抗炎症作用を持つ食品、栄養素に分類されるのが、ビタミン B12 以外のビタミン類、オレイン酸などの一価不飽和脂肪酸、オメガ3脂肪酸などの多価不飽和脂肪酸などです。一方、炎症性に分類されるものには、コレステロールやタンパク質、炭水化物、飽和脂肪酸などの栄養素が含まれます。このように、食事性炎症指数が低い食事には、野菜や果物、全粒穀物、ナッツ類、脂肪が多い魚、オリーブオイルなどが含まれており、前回ご紹介した地中海式食事の中で、毎日のように摂取が推奨されている食品でした。座りっぱなしのライフスタイルは、その骨格筋内への脂肪細胞の蓄積が増加することによって特徴づけられる、不健康な老化の一因となります。筋肉量と筋力の大幅な減少、身体パフォーマンスの低下は、骨格筋の老化の特徴です。これらの変化は、実年齢よりも、インスリン抵抗性や、ミトコンドリアの機能不全とより強く関連しています。逆に、中等度の有酸素トレーニングやレジスタンストレーニングと有酸素トレーニングの複合トレーニングが骨格筋内脂肪組織への過剰な脂肪蓄積を抑制することが示されました。運動はインスリン抵抗性やミトコンドリア機能不全などの筋肉代謝障害を強力に改善することができます。今日の動画で学んだことを振り返り、健康な未来のためのアクションを一緒に考えましょう。適切な栄養とアクティブなライフスタイルを組み合わせることで、インスリン抵抗性や異所性脂肪蓄積、ミトコンドリアの機能不全を改善し、慢性疾患の負担を取り除くことで、身体能力の低下を最小限に抑えることができるかもしれません。これらすべてが健康的な老化につながる可能性があります。未来の老化に立ち向かいましょう。最後にご視聴いただきありがとうございました。もし気に入っていただけたら、高評価やチャンネル登録をお願いします。また次回もお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。